今回特別企画でゴルフのお悩み相談室っていうのをさせていただいてて、お悩み相談室です。はい、ポイントはこの最下点か最下点をまだ迎える手前のところでこう当たるっていうことが、まあ、アプローチをするにおいて、まあ、一番簡単です。で、まあ、その動きに合わせてこう体重すらこうやって移動してもいいですから、動きをねもっと自由にしてあげてください。続きまして、何でしょう。続いて、はい、スイングの最中に意識するポイントを絞りたいのですが、最低限どの部分を意識したら良いでしょうか。例えば前傾姿勢、体の軸、脇の締め、重心の位置、力感など、運動神経がもともとなく練習場でのスイング感覚とコースでのスイング感覚が別人のように変わってしまいます。教えてください。なるほど、長いですね。多分このご質問された方の悩みっていうのは、まあ、ゴルフスイングをする上でなんかこう基本になるものってなんだろうっていう話だと思うんですよ。だから要は何を意識すればいいかがわからないってことじゃないですか。で、まずゴルフスイングですごく大事になるのっていうのは、今の話でいくと結構、まあ、体のアクションだったりとか、なんかこうポジションの話だったりとかっていう、なんかちょっとこう僕とかからするとちょっとこう筋がこうちょっとこうずれてる話になるんですね。全部実は今の話、前傾がどうたらこうたらとか重心とかっていうのも全部結果の話なので、まずじゃあその結果の話にするためには何を考えなきゃいけないかっていうことを知るのが多分この方に対してのこう答えになるのかなと思うので、ちょっとそのあたりちょっと説明させていただきます。で、ゴルフって基本的には体を動かすのは動くんですけど、あくまでも道具を使って体を動かすってことなんですよね。って考えると、この道具っていうものをどう使うかっていうことの方がすごく大事になります。で、この道具を使うっていうことで、まあ、逆に言うと体って動かされちゃうっていうふうにも言えちゃうんですよ。なのでまず最初に覚えてほしいのは、この道具を正しく使うことから覚えてください。で、その後に体の要素は好きにやってください。もうそれで順番としてはそうやって覚えていただくっていう感じです。で、基本的にはこの道具って、まあ、こう棒状です。棒状でこう先端にこんなわけのわかんない変な形のこういう金属の板がこうついてるわけですね。で、これをボールに対してこう構えるわけでもなく、こう構えるわけでもなく、こうやってまっすぐ構えるわけで、ってなるとこの道具ってこの向きに対しては基本的にパンってこうやって開くような動きが発生するわけですね。で、逆にちょっとかぶる方行くと今度はかこう閉じる方にこう動こうとするっていうわけで、つまりこっちにもこっちにもすごいこう傾い、まあ、動きたがる不安定な道具なんですよ。で、この不安定に動くってことは、まあ、基本的にこう回転したがってるわけなんで、この子って実はこう回転したがってるっていうことをちゃんと分かった方がいいですね。で、これをまっすぐ当てたいとかってやると基本こうやって面の向きを固定してこうやって動かしたくなると思うんだけども、実はこれが一番ゴルフは難しいですっていうのは、まあ、こうやってやるとですね、細かい説明はちょっと端折りますけど、基本ダフルかトップします。で、じゃあどう動かすかって言ったら、基本的にはナチュラルに開いたり閉じたりするっていうことなんですよ。さっきのこのグラブがこうこっちにもこっちにも来たがるっていうことは、基本的には開いたり閉じたりする動きをがこう自然に発生したがるっていうことだから、基本的にはそれに逆らわないっていうことなんですね。で、この動きをしてあげると、まあ、何が発生するかっていうと、基本的にはここの持ち手、この手首側で円運動、まあ、こう振り子みたいなこういう円運動っていうのが発生しますと。で、この円運動が発生すると何がいいかっていうと、基本的にですね、体の中心っていうのが出てきますね。例えばこの振り子じゃ何も使えませんっていう状態でこれ固めて、はい、こうやってまっすぐの状態で動かしますってやると、基本的に体ってこうやって左右にこうやって持ってかれたりする動きになってくるんだけども、これが開いたり閉じたりするとこう手首が折れたりひっくり返ったりなんかいろいろするんですけど、この先端の重りが丸を描き始めますね。そうすると体のこの軸っていったところとかこう中心部分っていうのが勝手に出てきます。こうするとこうビュンビュンビュン振ると分かるんですけど、
絶対ずれないんですよ、中心って。なのでまず基本的にはクラブを積極的にこうやって開閉動作入れながら動かすと。でさらにこうやってちょっとこう連続でこうやって振るようなことをちょっとやってみてください。でこうやってあげると基本的には自分が体を回すとかなんかこう動いちゃいけないとかそういうことじゃなくてなんかこういろいろ勝手に発生するはずなんですね。でこの感じに対してなんとなくこうボールを打ってみる。だからこうおすすめの練習としてはまず素振りでこうやってもう本当好きにやってください。これ好きにこうやってブランブランってこうやって連続でこうやって素振りした感じ で実際ボールに構えても同じ連続でパンって打ったらこうやって戻るぐらいのこれちょっとこう連続系のこう打ち方をちょっと何球かやってみてください。そうすると結構ゴルフクラブってなんかいろいろ開いたり閉じたり本当にしてるけどあなんか当たるなっていうのが多分分かると思うんですよ。でもこれを本当にこう固めてこうやって動かすっていうのを始めるとこういきなり殴ったりとかもう本当にこうスムーズさがなくなってくるので基本的にはどう考えてもこう棒状の人間が棒状のものをこうやって持てば絶対にここして持ち手に対してこうやって円運動になるのでこれをとにかく意識してこうやって連続で振るっていうようなことをまずは覚えてください。でこうすると基本的には今こういろんな悩みの部分っていうのはほぼほぼ解決されるんじゃないかと思います。ちょっとこう簡単に言ってるけどもまず基本的にはこういう連続素振り系をたくさんやってください。多分こういう固めてこうやって連続素振りって言ったらこれ多分できないですね。多分手首使ってしっかりこうクラブをこうやって動かすでクラブもフェースも開いたり閉じたりいろいろするっていう運動が発生してない限りは多分この連続素振りって多分できないのでここからまずは覚えてみてみましょう。練習してみましょう。はい。